ステップ。このブレーキを遅れるとさ、事故になっちゃうからね。
いよいよバランスですね、バランス。はい、はい、ルールは簡単、警告先生を追い越さないように走ってください。せーの、よし、前に走ろう。だけど、追い越さないでよ。ゆっくり走るからさ、抜かさないようにね。でも先生、じゃあここからゆっくり走るから、ね、足ついちゃダメだよ、みんな足ついちゃダメ。ほら、むずいでしょ、みんなバタ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 後ろに足ついてるよ。ほら、ここは限定1、限定2、限定3、はい、5、みんなうまく、あー1、限定1。自転車に乗って楽しかった人。はい、ね、よく頑張ってくれました。自転車乗る前ってなんか準備がありました。何でしたか？そうだね、ヘルメットかぶるって準備だったね。自転車ってね、乗るだけじゃなくてちゃんと守らないといけないお約束もたくさんあります。なのでお約束守って乗るようにしてください。エブリバディストライダーということでですね、幼稚園とか保育園っていうこういう施設を使ってですね、子どもたちに自転車の楽しさを体験してもらうっていうことをですね、まず大前提に、遊びの中でですね、自転車に乗るための準備だったりですね、あとはルールをちょっと守らないといけない。例えばこの園庭だったら逆走はダメだとか、子どもたちにわざとぶつかったら子どもたちが転んじゃう、なんかそういうことを持って体験をして、ゆくゆく近い将来自転車に乗るときに安全に走れるというのを目的にしていただけるような活動にしたいななんて思っております。